お笑いコンビの宮下草薙とアインシュタイン、お笑いトリオの花子、3時のヒロインの福田麻貴。ユーリアンレトリーバーが25日放送のフジテレビ系バラエティー番組ネプリーグ、毎週月曜あと7時に出演。今をときめくお笑い第7世代が大集合する。ファーストステージは誰もが一度は見たことや聞いたことのあるものの写真を見て名前を答えるゲーム、ブレインタワーでお笑い第7世代から福田とユリアンが挑戦。福田はネプチューンに、私たちは脳が若いですから余裕ですと若さで勝つと意気込む。一方ユリアンは福田と全く同じヘアスタイルで登場すると、第7世代は同じヘアスタイルにするほどチームワークができていると団結力をアピールする。セカンドステージは常識的な日本語漢字を読み書きを答えるゲーム、日本語ツアーズバギーでネプチューンと同じ事務所である花子がチャレンジ。トップバッターの秋山博隆はネタを書いているので漢字は普段から一番メンバー内で書いていますが、めちゃめちゃ緊張していますと緊張の面持ちを浮かべる。さらに法政大学出身の菊田龍大と早稲田大学出身の岡部大の実力にも注目が集まる。サードステージは様々な割合を2チームの対戦形式で答えるゲーム、パーセントバルーンバトルで宮下草薙が登場。草薙渡る元は二度とフジテレビに来るのが嫌になるくらいボコボコにしてやりますと強気の姿勢を見せるも、既婚女性の働き方に関する問題で大失態をしてしまう。前回このゲームで好成績を残した宮下健志高もデータの宮下と言われているぐらい得意と豪語するが、ネプチューンからは宮下草薙弱すぎる、相手にならへんと余裕の表情を見せる。フォースステージは己の持っている知識を限界まで出し合うゲーム、絞リーグでネプリーグ初参戦のアインシュタインがチャレンジ。稲田直樹は勝って第7世代のファンに嫌われないように頑張りますと意気込む。